らっしゃい。それじゃあな。出てこい、何者だ。あらららら、見つかっちゃいましたよ、デイダラ先輩。へよくオイラたちに気づいたな。どうも。その装束、お前たちは。トビって言います。新人なもんでよろしく。あ、それとこっちが先輩の。うるせえよトビ、お前は少し黙ってろ。はい。お前が内葉サスケね。こんなガキにあのオロチマルがやられたとは。シャリンガンか。やっぱりこいつイタチの弟だぜ。オロチマルをやれたのも内葉の血のおかげってわけだ。うん。決闘に恵まれただけの勘違い野郎が。貴様。いい目で睨みやがってるぜ、タビ。こいつはいじめがいがありそうだ。うん。ああ、イタチさんに後で謝らなきゃ。お前たちにはイタチのことを喋っても。オイラに勝てたらいくらでも喋ってやるよ。うん。先輩、この人動きが早すぎっすよ。僕らじゃ叶いませんって。
さっさとイタチさんのこと喋っちゃいましょうよ。バカなこと言ってんじゃねえ。まだまだ始まったばかりじゃねえか。まだやる気なんすか。トビ、少し離れてろ。先輩、ここからは本気で行く。お前は邪魔だ。もう諦めましょうよ。そこの仮面の言う通りだ。これ以上の戦闘に意味はない。お前の負けだ。さっさとイタチのことを教えろ。おいおい、もう勝った気でいんのかよ。舐めやがって。てめえのその余裕はすぐに消える。てめえは俺の芸術の前にひれ伏し、オイラに恐怖することになる。見せてやるぜ、とっておきの芸術ってやつをな。オイラがこんな奴に。答えろ、イタチはどこに。お前もギリギリじゃねえか。この勝負オイラの勝ちだな。オイラにはまだ起爆粘土が残ってる。オイラの芸術を否定するかのような、その目が許せねえ。
オイラの芸術を見て少しの驚嘆も表さないその目がオイラの芸術を無視するその目が許せねえんだよ。元からそんなもんに興味はねえよ。それよりイタチの居場所を教えろ。どこまでも舐めやがって。究極芸術最大最強最高の爆発をお前に見せてやる。まさか今までにない爆発はこの地に今までにない傷跡を残し、そしてオイラの芸術は今までにない賞賛を受けるだろう。あがいても無駄だ。爆発からは逃げられねえぜ。お前はここで消し飛ぶ運命だ。さあ、怯えろ。驚嘆しろ。絶望しろ。泣きわめき。オイラの芸術は爆発だ。どうした、サスケ。どうしたじゃないよ。今日は俺の手裏剣術を見てくれるって約束しただろ。いや、明日ちょっと重要な任務があって、その準備をしなきゃいけない。だから。なんだよ、兄さんの嘘つき。ふっ、許せ、サスケ。また今度だ。サスケ、サスケ。目が覚めたようだね。お前たち、なぜここに。まったく驚いたよ。爆発現場に駆けつけたらどこにもサスケの姿はないし。仕方ねえから、うちが見つけてやったんだ。感謝しろ。にしてもよくあの爆発で助かったね。遠くからでもかなりヤバいって分かったよ。爆発の寸前、口寄せを使って別空間に移動した。なるほどね。それであの爆発をやり過ごして、そしてその後気絶しちゃったわけか。それで相手は。君をそこまで追い詰めるってことは結構なやり手だろうけど。まさか暁か。ああ、思った以上に厄介な相手だった。だらしねえ。それでもオロチマルをやった男かよ。オロチマルはもともと弱っていた。それだけの話だ。ふん。とにかく少し休養を取らないとね。どうした。嫌な夢を見ていた。夢。いや、何でもない。集まっているな。今度は何事です。デイダラがやられた。あらら、またメンバーが減っちゃいましたね。彼は結構強かったと思いますが。それでやったのは内葉サスケだ。またですか。思いの
ほかやるようだな。イタチ、お前の弟は。それで、あと一人、トビのやつはどうしたんです？あいつは、デイダラの爆発に巻き込まれたようだ。陰鬱なこの組織の場を和ませるという大した能力を持っていたんですがね、彼は。あの程度の男ならば、いくらでも補充は効く。デイダラは惜しかったがな。何にせよ、今後のサスケの行動には注意を払っておけ。特に、イタチとキサメ、お前たちはな。わかりました。肝に銘じておきましょう。それでは、俺は行く。せめて静かにデイダラを弔うとしよう。さて、私たちも行きましょうか。時が来たか。もう体はいいのか、サスケ。ああ、問題ない。オロチマルの力を取り込んでから傷の治りが早い。これが白蛇の力か。で、次はどこへ向かうんだよ。前の調査で何か情報を得ることはできたのか。暁に関してはいくつか掴んだけど、イタチについてははっきりしたものはなかったよ。うちもだ。俺は動物に語りかけ、イタチと思われる人物の情報をいくつか入手した。それによると、どうやらこの先の土地で奴と思われる影を見たらしい。それじゃあ。十五、今すぐに案内しろ。ってことになるよね。イタチ、お前がどこにいようと見つけ出し、この手で蹴りをつけてやる。行くぞ。で、イタチはどこにいんの？ここから北に向かったところだ。そこでイタチの姿を見たらしい。よし。この辺りでイタチの姿を見たと動物たちは教えてくれた。よし、これから手分けしてイタチを探し出す。イタチを見つけた場合は絶対に手を出すな。すぐに俺に連絡しろ。あ、それじゃ。もうすぐだ。久しぶりだな。誰だ？俺だ、サスケ。うちは、たち。少
少し背が伸びたか。あんたは相変わらずだな、その冷たい目も。貴様など始末する価値もない。この俺を倒したくば恨め、憎め、そして醜く生き延びるがいい。逃げて逃げて生にしがみつくがいい。あの夜の出来事、幼かった俺には幻にしか思えなかった。ひどい現実の中にいるのだと、そう思いたかった。だがあれは紛れもない現実だった。今の俺は昔の俺とは違う。あんたを消す、その力が俺にはある。大した自信だろ。あの夜の悪夢を今ここでこの俺が終止を打つ。強くなったら。一人で内派のアジトに来い。そこで決着をつけさせてやる。サスケ、
お前たち、なんでここに。カリンがサスケのチャクラと大きいチャクラがぶつかってるって言い出してね。気になって来てみたんだよ。サスケ、一体何があった？俺についてこい。行くぞ。ウチハのアジト、そこで全ての決着をつける。第五章、兄と弟。それでどこに行くの？ウチハのアジトに向かう。ウチハの？そこで全ての決着をつけてやる。ついてきたはいいものの、ウチハのアジトってどこにあるのさ。じっと見つめて、そこに何かあるの？かい。あらら、こんなとこに通路があったんだ。ウチハ一族しか知らない通路か。行くぞ。気をつけろ、何か来るぞ。お前は。ここからはサスケ君一人で行ってください。イタチさんからの命令でしてね。他の方々はここで待っていてもらいましょうか。いいだろう。正体で動いていたのはもともと1対1に邪魔が入らないようにするためだったから。お前たちはここで待っている。さて、星がききサメ、そして大東サメ裸か。ほう、なぜそれを？忘れたか、ホオズキ満月の弟、ホオズキ水月だよ。おお、大きくなりましたね、水月。ここでただサスケの帰りを待つのはなんだから、暇つぶしに楽しく遊んでもらえないかな。お兄さんと違いやんちゃですね。少し削ってあげましょう。ああ、お仲間も参加されるようならどうぞご自由に。うずうずして仕方ないよ。さっさと始めようか、キサメ先輩。
ゃないか、キサメ先輩。ほう、これは思ったよりやるようですね。あんたの持つ大刀サメ肌、この僕がもらい受ける。私のサメ肌をね。残念ですが、それにはまだ力不足です。なんだと？私はまだまだ本気を出していませんからね。へえ、だったら本気出してもらおうじゃない。そうしてあげたいのは山々ですが、あいにく上からの命令で止められていましてね。上だと？ええ、いずれあなたたちにも教えてあげないといけませんね。どういうことだ？イタチ。いらっしゃい。それじゃあな。内派のアジト、あそこにイタチがいる。決着をつける時が来た。イタチ、この俺の憎しみを見せてやる。たっぷりとな。忙しいんだ。父上にでも教わればいいだろう。だって手裏剣術なら兄さんの方が上だって子供の俺でも分かるよ。兄さんがそうやっていつも俺を厄介者扱いする。サスケ、許せサスケ。また今度だ。愚かなる弟よ、この俺を倒したくば恨め、憎め。名は内派サスケ。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。それから夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望はある。一族の復興とある男を必ず殺すことだ。やっとたどり着いた。来たか、サスケ。あんたとの因縁、ここで断ち切る。随分と力が入ってるな。あんたをここで葬ることができると思うと、自然と力が湧いてくるんだよ。俺を葬るか。その前に、あんたに一つ聞いておきたいことがある。今さら何が知りたい？
あの夜、ウチハ一族を滅ぼしたあの夜、本当にあれはあんた一人でやったことなのか。なぜそう思う。いくらあんたでも一族すべてを相手にやれるはずがない。あんた以外の誰かがあの夜いたはずだ。気づいていたか。誰だ、誰があんたに協力した。ウチハマダラだ。ウチハマダラ。木の葉隠れ創設者の一人、俺の相棒であり師であり不滅の男。創設者だと？それならとっくに死んでるはずだ。マダラは生きている。信じる信じないはお前の自由だが。ざれ言はやめろ。人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で呼んでな。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。何が言いたい。マダラが死んでいるというのはお前の勝手な思い込みだ。お前は、お前のその目は何一つ真実を捉えていない。お前は何も見えていない。確かにマダラについて俺は何も知らない。だがそんな瞳でもしっかりと見えているものが一つだけある。一体何が見えている。今の俺のこの目に見えているもの。イタチ、あんたの死に様だ。俺の死に様か。再現してみろ。
俺の最後の術になる。これがお前の再現したかった死に様か。本当に強くなったな、サスケ。これがなければやられていたな。ここからが本番だ。これが俺の切り札、サノーだ。スサノーだと。距離を取ったつもりか。距離を取ったつもりか。オロチマルのヤマタの術か。
ているものが出たな。力を私のものよ。仕上げだ、サスケ。これでお前の目は俺のものだ。何言ってやがる。何か手はないのか。奴を倒す手は。諦めろ。お前の負けだ。黙れ。クソ、どうすれば。逃げ場はない。来るな。俺の目だ。やめろ。お前は俺の光。お前は言うわ。兄さん、一緒に帰ろう。仕方のない奴だな。なんで兄さんが…愚かなる弟よ。こんなこと…恨め、憎め。新しい手裏剣術を教えてくれるって約束しただろ。また今度は。兄さん、なんて遠いんだ。俺とお前は唯一無二の兄弟だ。俺はお前と共にあり続けるさ。手当てはしておいた。イタチは死んだ。お前の勝ちだ。一度会ったな。前は敵としてだが。デイダラのことなら気にしなくていい。俺はお前の敵じゃない。俺はお前にあることを伝えるためにここへ連れてきた。あること。
内派イタチについてだ。お前は兄のことを知っているようで何も知らない。なぜお前がイタチのことを知っている？そうだな、まずは自己紹介からしておくか。俺はお前と同じ内派一族の生き残りであり、内派たちの真実を知る者だ。今のは。イタチがお前に仕込んだアマテラスだ。さすがイタチだ。死んでもなお驚かされる。ここまでの手を打っておくとはな。一体何のことだ？お前に術をかけていたのだ。お前から俺を遠ざけるためとでも言おうか。よほど俺の口から真実を伝えてほしくなかったと見える。何の話をしている？イタチは死ぬ前お前に何かをしたはずだ。お前のために己の動力をお前の中へ注ぎ込んだんだ。何を言っている？何が言いたい？どうしてイタチがそんなことを？わからないのか。お前を守るためだよ。守るだと？何の冗談だ。あいつは俺の敵だ。父さんと母さんを殺し、一族を滅ぼし、それに。さっきも言ったが、お前は兄のことを知ってるようで何も知らない。うるせえ。お前にイタチの何がわかる？イタチから聞いているだろう、あの夜の協力者のことを。じゃあお前が？そうだ、俺が内派マダラだ。俺はイタチのことなら何でも知っている。奴が何を思っていたか、何を望み、何を愛し、そして何をかけて戦ったのか、すべてお前は兄内派たちの生き様を、真実を聞かなくてはならない義務がある。あいつはイタチは俺と戦い、俺をこれまで苦しめ続けてきた。それに一族を滅ぼしたのは紛れもない事実だ。あいつは内派を。それが木ノ葉から下された任務だったとしたら、それがイタチの真実への入り口だ。任務だと？そうだ、あの夜イタチは己を殺し、任務をやり遂げたのだ。どういうことだ？少しは話を聞く気になったが、あいつは
イタチは犠牲になったのだ。木の葉に古くから続く因縁、その犠牲にな。犠牲。木の葉がくれ。今では大層な里になっているが、その根底には歴史の歪みが渦巻いている。特に内派に対する差別がそうだ。内派への差別だと。もともと木の葉隠れは対立していた忍びの組織が一つになって出来上がった里なのだ。そしてその中に我が内派一族もあった。木の葉創設当時こそ我らは他の一族と共に里の中心として実権を握っていたが、初代火影の座を奪い損ねてからは徐々に内派は主権から遠ざかっていった。内派のリーダーであった俺はそのことに絶望し、やがて里を離れた。俺が離れた後の内派はさらに力を失い続け、そしてついには里の厄介者として扱われるまでになった。所詮内派は必要とされてなかったのだ。差別されていたのだ。もちろんそれを良しと思わない者たちが出てくる。当然だ。彼らは内派の実権を取り戻すため、そして何より誇りを取り戻すためにある計画を企てた。計画。お前の父をリーダーとした木の葉の乗っ取り、いわゆるクーデターだ。内派一族がクーデターだと。それに父さんがリーダー。それに感づいた木の葉上層部は内派に一人のスパイを送り込んだ。それがお前の兄、内派たちだ。内派一族と木の葉隠れ、どちらを取ればいいのか、その合間に立っていたイタチの胸中は想像を絶する。最終的にはこの葉隠れを取ったがな。なぜだ。なぜイタチは内派を裏切る。第三次忍海大戦、この戦争の経験がイタチを里の安定と平和を第一と考える男に変えた。戦争というものはどれも地獄だからな。里の上層部はイタチのその心を利用し任務を与えた。その任務というのが、内派一族全員の抹殺だった。当時のイタチは悩み悩み悩み、いかんともしがたい苦悩の中にいた。普通に考えれば同胞に手をかけることなどできようはずもない。だが内派のクーデターを許せば里は崩壊し、そこをついて他里が攻め込んでくる。それこそ第四次忍海大戦の引き金になりかねない。内派一族の利己的な思想で無関係の人々が死ぬ。それだけはどうしても避けなくてはならなかった。だからイタチは選択したのだ。己の手で一族の歴史に幕を下ろすことを。そしてあの夜へとつながっていく。
任務だった。一族を滅ぼし、汚名を背負ったまま抜け人になること、そのすべてが任務だった。イタチはその任務を全うした。ただ一つの失敗を除いて、いかに心を閉ざし手話と化したイタチでさえも、ただ一人、たった一人、弟だけは殺せなかった。その後イタチはお前を守るよう三代目に嘆願し、他の上層部にはサスケに手を出さぬよう脅しをかけ、里を抜けた。お前のことが何より心配だったのだ。嘘だ、嘘だ、そんなの、そんなわけあるわけないじゃないか。事実だ。嘘だ。現に俺は何度も殺されかけた。イタチが本気ならそうなっていただろうな。それにイタチにはお前を追い込まなければならない理由があった。まさか。あれは全てイタチの仕組んだ戦いだった。お前を獣院から解放するため、そしてお前に倒されることで仕立て上げようとしたのだ。ウチハ一族の仇を討った英雄に。信じられるか、そんなこと。あいつはイタチは悪だ。一族を滅ぼし暁に染まった犯罪者だ。暁に入ったこともイタチの計画のうちだ。里への危険組織を内側から監視するためのな。一族を裏切り里を抜けたとしても、イタチの心は木の葉と、そして何よりお前と共にあった。嘘だ、嘘だ、嘘だ。そんなことがあってたまるか。嘘ではない。お前のことを何より。やめろ、そんなものすべて。なぜならお前は生きている。結局お前の目はイタチのことを何一つ見抜けていなかった。イタチは友を殺し、上司を殺し、恋人を殺し、父を殺し、母を殺した。だが殺せなかった弟だけは。血の涙を流しながら感情を一切殺して、里のために同胞を殺しまくった男。どうしてもお前だけは殺せなかった。その意味がお前にわかるか。あいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ。あいつは死ぬ間際の、いや、死んでもなおお前のために、お前に倒されることでウチハ一族の仇を討った木の葉の英雄に仕立て上げるために、その身は病に蝕まれ、近づく死期を感じながら薬で無理に延命してでも
お前の前で死ななければならなかった。この葉の平和のため、そして何より最愛の弟内葉サスケ、お前のため犯罪者として裏切り者として死んでいくことを望んだ。名誉の代償に汚名を、愛の代償に憎しみを受け取り、それでもなおイタチは笑って死んでいった。弟のお前に内葉の名を託し、お前をずっと騙し続けたまま、それが内葉イタチの真実。お前の兄の生き様だ。どうした、サスケ。どうしたじゃないよ。今日は俺の手裏剣術を見てくれるって約束しただろ。いや、明日ちょっと重要な任務があって、その準備をしなきゃいけない。だから。なんだよ、兄さんの嘘つき。許せ、サスケ。また今度だ。交換条件がおんぶしろとはな。まったく。ねえ兄さん、今度は絶対に修行に付き合ってよね。ああ、だが俺も任務を受ける身だし、なかなか時間が取れないかもしれないぞ。それでもいい。たまに一緒にいてくれればそれでいいよ。サスケ、お前は俺が許せ、サスケ。これで最後だ。我らは蛇を脱した。これより我ら正体は名を鷹と改め行動する。鷹の目的はただ一つ、我々はこの葉を潰す。鷹が鳴いた。虚空にただ一度。悲しい声だった。虚しい声だった。そして怒りの声だった。滅びの一族を背負いし少年は今静かに狂人を彼の地へ向けた。
これより開けるは戦乱の幕。真実の復讐、過去への清算。生き死兄の無念を胸に、新たなる内派サスケの物語はここより始まる。ヘイン、彼が来たわ。サスケの方はいい感じだ。シャリンガンの力を十二分に発揮していた。木は熟した。そろそろ木の葉も動き出す頃だ。ではキュービの方は。お前とコナンで彼、失敗は許さん。分かった。一応気をつけておけ。あの渦巻きナルトはもはやただのガキではない。今や大層な術を身につけ仲間も多い。簡単にはいかんぞ。ターゲットを恐るべしとする言葉は塵に等しい。ペインは負けたことがないのだ。ま、それもそうだな。第6章、地雷や豪傑物語。よう、綱で。地雷やか、珍しいな、突然ここに来るなんて。ああ、ちょっと珍しい情報を手に入れたんでな。珍しい情報？喜べ、暁のリーダーの居場所が判明した。な、何？それは本当か？詳しく話せ。というわけだ。なるほど、雨が来れか。うん、そこでは暁のリーダーはペインという名で崇められているそうだ。あそこは極めて閉鎖的な里だ。調べるにはいろいろと手間がかかるな。ああ、だからここはまずわしが潜入し調べてくる。おい、一人じゃ危険すぎる。ふ、大丈夫だ。わしを誰だと思っている？伝説の三人が一人、ジライア様だぞ。しかし、あの里に侵入し情報収集できる者などこの里ではわし以外におるまい。必ず生きて帰ってこい。お前にまで死なれたら私は。泣いてくれるのか？こりゃ嬉しいの。バカに。心配するな、わしなら大丈夫だ。そう簡単にくたばりはせん。安心しろ。ああ、さあ、それじゃあ早速行ってこようかの。情報は鮮度が命だからな。ジライア、じゃあの綱で。
目指すは雨隠れか。まずは天地橋を目指すかの。